テレ東<ズ>ワールドポリティクス豊島新作です今回は現代の世界のです、ね、平和と安定にとって最大のリスクとも言われているトゥキディデスの罠について解説していきたいと思いますこのトゥキディデスの罠というのは実は日本が直面しうる、まあ、国家的な危機にもなり得るものです 特に東アジアの安全保障にとっても最大のリスク日本の安全保障にとっても最大のリスクになると言われています。 これはもともとアメリカの政治学者、ハーバード大の政治学者のグレアム・アリソンが提唱した概念でして、現在の覇権国と対等してくる新興国、いわゆる反覇権国の間で、まあ、これ対立して戦争に陥ってしまうリスクのことを指しています。具体的には紀元前5世紀のギリシャで、当時の覇権国だった都市国家のスパルタと、ま新、あ、興国家のアテネがですね、まあ、対立に陥って、 結果としてペロポネソス戦争というです、ね、30年にわたる大戦争に突入して、まあ、あの互いにつぶし合ったという歴史的な事実に由来するものです結局です、ね、この戦争はスパルタの勝利に終わるんですけれどもスパルタもアテネも,うもう互いに大損害を被りまして大きな傷を負ってです、ね、歴史的にはこのギリシャ世界全体の衰退につながったとも言われています。 この戦争について記述した歴史家のトゥキディデスが、まあ、あの戦士という、まあ、歴史的な書物を書くわけなんですがそのトゥキディデスの名にちなんでトゥキディデスの罠というふうに名付けられています。まあ、要するるに人類の歴史を振り返ると 覇権を持つ国家に別の反覇権国、新興国が挑戦しようとするときつまり国家間のパワーシフトが起こるときにこれら2つの国家が対立して最悪の場合互いが望んでいなくても戦争になってしまうリスクがあるとつまり互いに殺し合ってしまうそれで傷つくというリスクがあるこういう罠にはまるので、まあ、注意していこうという警告でもあります。 もちろんそんな単純に分析できるのかという批判もありますしト、まあ、キリデスが書いたこの戦史についても様々な思想家が解釈してですね、まあ、いろんな議論があるんですけれども今回はひとまずそういった議論は一応一った脇においてこのトキリデスの罠がですね今の世界現代世界にどう関係してくるのかについて解説していきたいと思います。 アリソン教授らの研究チームは過去500年間の歴史をです、ね、紐解いてです、ね、古くは15世紀末のポルトガル対スペイン大体、まあ、いい過去500年間の歴史を紐解いてるんですけれども16世紀前半のフランス対 オーストリア・ハプスブルック系ですとか、まあ、現代世界では2つの世界大戦を引き起こした対立第1次大戦の第2次大戦それを引き起こした対立について、まあ、そして日本とアメリカの太平洋戦争などを含めて覇権国と反覇権国の合計16の,です、ね、この対立を分析しています。そののの結果、この16件のうち、 12件が罠にはまってですね戦争に陥ったという見方をしているんですねつまり16件中12件ですから4分の375%の確率で戦争になったということになりますこれ結構高い確率ではないかというふうに直感的には思いますねそしてこの今において現代においてですね人類にとって日本にとっても 悪夢というべきこのキリテスの罠というのがご案内の通りアメリカと中国の対立これが戦争に発展してしまうリスクですね、まあ、これつまり覇権国であるアメリカと新興国家で反覇権国家でもある中国が対立して最悪の場合米中戦争に陥るということです戦争となりますとこれ互いに核保有国でありますのでまあ核戦争あるいは第3次世界大戦に発展してしまうリスクも波乱 いうことになりますトゥキデスの罠というのはアリ,アリソン教授の「デスティン・フォー・ウォー」という本に詳しく書かれているんですけれども本の副題というのはアメリカと中国はトゥキデスの罠を避けられるか日本語版のタイトルは「米中戦争前夜」となっていますいつもこれ参考資料等を開示しているんですけれども今回の解説については特にこの本を中心にこの本の中身を中心に解説していきたいと思います他の資料は、えっと、ご覧の通りとなっています こちら概要欄にリンクなども貼ってますのでそちらもぜひですご覧いただければと思いますまずアリソンの本このデスティーフォー「デスティニ・フォー・ウォー」の中でアリソン教授大きく2つのことを言っていますまず1つ目なんですが数十年以内に米中戦争が起こりうる可能性はただあるというだけでなく現在考えられているよりも非常に高いということそして2つ目は戦争は不可避ではないということなんですね つまりリスクを十分に理解した上で何とかしてこの戦争回避へと持っていくべきだというふうなことも主張しているわけです将来的な米中対立を回避するためにですねまずその前提となる歴史的な知識を振り返っていこうというのがこの解説の趣旨になります歴史を振り返って現代と過去のアナロジーなどを分析していきたいと思いますまずトゥキディティネスの罠の原点であるアテネとスパルタの対立そもそもなぜ起こったのかというところからなんですが まずですね、スパルタという都市国家は軍人文化が支配する国家でした子供は7歳になると家族から引き離されますそしてその後あの軍事訓練を受けるようなことになっていくわけなんですが軍務を免除されるのはですね、60歳になってからということなんですね、まあ、当初やっぱりスパルタというのは軍事的に相当強力な国で ペルシャとの戦争の時はですね、あの精鋭部隊300人が数万人のペルシャ軍を迎え撃ったという歴史的なことでも、出来事でも知られています、これ、300という映画にもなったということで最近は有名ですね。政治体制というのは旺盛で保守的な傾向があってよその都市国家にスパルタ式の文化、政治体制などを強要することはなかったとされています。 一方のアテネというのは自由な文化が特徴新しいものを取り入れていく傾向が特に強かったとされています政治体制は民主性を取り入れていてこれがまあ急激に力を伸ばしてです、ね、軍事力も拡大させていくわけですねそしてスパルタとは対照的にアテネは他の都市国家の政治に介入して民主,民主性を押し,押し付けていったなどというふうにも言われています まあ,あのあと現代のギリシャの首都アテネに残っているこうしたパルテロン神殿なんかもですねこのアテネ時代に作られたもので、まあ、非常にこの荘厳な神殿がいっぱい作ったりとかいうところで知られているわけなんですけれども一方先ほど述べたスパルタはまあかなり地味あのかつてスパルタがあった場所を、まあ、スパリティと呼ばれる地域にはこうしたパルテロン神殿のようなですね荘厳な建物などの遺跡はほとんど残っていません。 まあこれをですね現代のアメリカと中国の関係において見ますと、まあ、アテネというのは他国にルールを押し付けるアメリカにやはり似ているような気もしますスパルタというのは中国に近い部分があるのかもしれませんねただ、最も中国もあの少数民族を苛烈に支配したりしていますので、まあ、単純には言えないんですけれどもあとスパルタとアテネが対立に陥る根源的な原因についてなんですがこれも今のアメリカと中国とちょっと似ているところがあります。 アメリカと中国というのはですね考え方、まあ、哲学的な部分においても異なるアメリカは自由民主主義であって、まあ、秩序よりもどちらかというと自由を重んじる国家一方の中国は一党独裁共産党一党独裁のまあ先制的な国家ですし自由よりも秩序を重んじます人々の自由や人権よりも秩序が大事だという国家です。 そしてアメリカは海洋国家としての伝統を持っていますけれども中国は大陸国家としての伝統を持っているというこの辺りにも違いがあります性質の面では先ほどアテネがアメリカに似ているというふうに話をしましたが国家間のパワーシフトという意味においてはやはりスパルタがアメリカ覇権国アメリカであり新興国家アテネが中国というような位置づけになります、まあ、国家の性質の議論とは逆になるわけですね 最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします